オメガテル、オメガレイト、オメガリオです。メスさん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。梅田重曹のいろんなとこ行くんですけど、はい、関西大阪のイメージってどんなんですか？なんかまあバーン、大阪っていうのはバーンってやったらもううってやってくれる人がたくさんいるっていうイメージなんです。なんか賑やかで美味しいものがいっぱいあるってイメージありますね。わかる。いろんなのあると思うんですけど。はい。大阪はやっぱお笑いの街なんですね。いやもう本当そう、ね、本当にみんな面白いってばっかり、ね、で今回のロケ中にスタッフが10個ボケるんで、はい、え、ああ、え、何、え、急に突っ込むの？10個飛んでほしい。ボケてくれるんだスタッフさんが。それにしても今日はめっちゃ暑いですね。いやめっちゃ暑いですね。9月でこんなに暑かったら12月どうなるんですかね。冬やろそれは冬やろ早っ、マジかよ。こういう感じね。あ、なるほどなるほど、早かったな今。やった、なるほどね。今のは10個中の1個に含まれますか？今のは含まれない。え、なんで練習だよよかった、なんだそれではね、はい、気を取り直して、はい、梅田重曹に行こう行こう。カラカラの民よ立ち上がれ。何何これ、うわ、え、待って、え、おいしいな、うまいほどに辛そうでもなんか美味しそうだね。匂いめちゃくちゃいい匂いするよ。え、確かに。じゃあ一回レンゲをください。うまっそすぎじゃない？これどうやって食べんだろう。でかっ、でかすぎやろ。お前の頭はお玉か。ナイスツッコミ。リオちゃんうまいな、なんか全然うまくなかったよね。いや、はずうまいって言わないで、はずよかった、危なかった。うまい。後から来んだけど結構開けばのさっぱりしてるかもしれない。ジルビリビリ痛くないです。軟骨唐揚げってあんなうまいんだ。何え、なになになに、急にね、すごい急に、急に、じゃあ、なんだっけ、カンフー、カンフー女急にで、怖っ違う。何、私全然わかんなかった。ヌンチャク。あ、ヌンチャク女か。なんでヌンチャク女なの？なんでヌンチャク女なの？しかもさ、そのさ、ちょっとオタクグッズみたいなのでやるの。本当だ。れる。オタクのライトみたいなやつじゃん。じゃあの綾瀬まよいっていうアンサンブルスターズの。ああ、アンスタか。アンスタ勢か。ミックスジュースの中身をすべて当てろ、はい、敏感味覚王。いや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 、本当にミックスジュースが世界で一番好きなんだし、もう作るのも一番得意ですね。え、すごい、はい、めちゃくちゃあるじゃん、はい。お前が飲むんかい。え、姉ちゃんやるな。私が先に言うツッコんだから。え、そう、ツッコんだから。びっくりしちゃった、はい、ちょっとびっくりしちゃった今。え、なんでなんでのこの人と思っちゃったなんやねんお前セロリ、リンゴ、アボカド、あ、キウイです。小松菜、うん、セロリ、メロン、アボカドで、上押さえてグッてやる。そ、じゃあいくぞ。どうぞ。いいか、オメガリオのミックスジュース、ミックスジュース、ミックいきます。おお、あー、ソーラン節踊ってるあの人。な、うるさい、動き、動きうるさいねん。やった、私のツッコミ動きうるさいねん。じゃあ続けよう。ねえ、動きうるさいねん。終わんないじゃん、ミキサーの動きすんな。うお、ソーラン節うまい。リュウちゃん遅いんで、じゃあ私のもミキサーをしていきますね。はい、いきます。いいよ、せーの。動かないんかい、動かないんかい、動かないんかい、空節しないんかい。カレー&そばミンガス。いや、ちなみにね、うん、このカレーを頼むと、うん、2分ぐらいで出てくるらしいですよ。あ、早っ早っ、うまい、うん、うまっ、うまい。なんかさ、うん、ボケこないね。そうだそうだよね、うん、カレースが、は
カレーとか。え、弱いなぁ。なんか急につまんねえの来たじゃん。ボケ、あのさ、ボケじゃねえし。ダジャレだよね。あ、最後に。え、うまツッコミ。うまツッコミ。うまツッコミです。やばボンボヤーズ、眩しい光を目指して残酷な天使のせいで窓辺からやがて飛び出す。え、今と一緒だ。嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよミアミゴ。例えば助けない低いや助けてくれ。レイの奴らに追われてるんだ。もうダメかもしれない。ミアミゴ。二人を咲くように電話が切れた。うるさいねん、うるさいねん。ダンスが完璧なんだけど、あの人地元じゃ負け知らず。そうだろう。めちゃくちゃ上手い踊りしてる人いたな。なんか上手い踊りやったからボケなのか分かんない。分かる。なんかさ、それでその後見ちゃったよ。どうすればいい、乗ってくれてるだけかと思っちゃった。そうそう、どうしようと思ってただろうな。さすがです。え、じゃあ本気で入れようかな。何歌おうかな。最後に何入れようかな。何、なんか入ったよ。え、何、誰、え、入れた。全然入れてない。全然ホーキングもだもん。何何何、知らねえ。何これ、何この歌。何全員、全員誰。え、何何何何、誰が入れたの。誰が歌うの、誰が入れたの。だって、え、お前かい。カメラマン、カメラマン。お前、さっきの、さっきまで初めて急にボケてきた。なんか上手いし、めっちゃ上手いんだけど。ちょっとちゃんと聞いとこうか、聞いとこうぜ。なんかマイクの使い方うまいんだけど、なんかなんかさ、真似してんだけど、モノマネしてんだけど。鼻なんて聞いたんだけど。さっきまですごいさ、あんな感じだったのに。そうそう、なんかすかしてたじゃん、このカメラマン。急に歌ってきてね、モノマネを挟んで。なんだろう、やばー。あ、面白かった。面白かったね。せーの、はい、はい。あーい、あーい。じゃあ勝ったよ。やったね。やった。これ合ってたらたくさんに100万もらおう。あ、なんかもらえるの。始まりパニックしましょー。え、おいおい、横にゲーム始めんな。おい、これから撮影、これから撮影すんだぞ。ワニワニパニックすんな。え、やらして、私も入れて、私も。私もワニワニパニックやらして。お兄さん、ちょっと。ちょっと。え、始まった。何、説明してんですけど。終わらないな。終わらない、終わらないんだけど。長いボケ。ワニワニパニックの説明いらないやろ。とか言って。あ、そういうこと。ありがとうございます。ちょっと。ちょっと終わんないんだけど。え、なんか終わんない、長い長い長い。テンションさんなんかテンション上がっちゃってるわ。テンション上がっちゃってるわ。ありがとうございました。いや、もうこちらこそです。本当にありがとう。いろんな美味しいもの食べさせていただいて本当にありがとうございました。超楽しかった。超楽しかったですよ。ありがとうございます。今日は熟ボケパンですけど、私のボケどうでした。あー、なんかね、なかなかやるやんって感じだった。一番のお気に入りの私のボケは何でした。それ嘘マジ、うん、私ね、あれ、私ワニワニパニックがめっちゃ好きだったわ。なんか急にみんなで始めちゃったやつね。店長が白熱してたからね、うん、そう、すごい。じゃあ印象に残った場所とかどこかありますか。あ、私はもうね、中華料理ハオさんよ。あー、辛いやつね。本当に美味しかったの。激辛だったけど、うん、うまさもその中にありました。そうでしょ。はい、私あのスナックがめちゃくちゃ、ママが本当にいい人でね。ママね、めちゃくちゃいい人だったよね。そう、あのシンクロニティもママに覚えてもらえたので。
絶対覚えてねえよ。今日食べたカレー、はい、美味しかったですか？つまんねんだよ。それが一番つまんないやつだった。つまんねんだよ。梅田重曹に行きたいと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。どのツッコミが良かったか、はい、コメントで教えてね。それでは、はい、関西に行こう。